シーズンのレガカルチョセリエ A、 この時間は99年9月26日日曜日20時半キックオフ予定、全34節のセリエ A 第4節からパルマとラツィオのゲームをご覧いただきます。このゲームの解説は元日本代表キャプテンの新藤克義さんです。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。エンニオタルディには28,016というキャパシティなんですけれども、今日はこれ満員でしょうね。満員でしょうね、まあ、何よりパルマはもうまだ第4節ですけれども、すでに正念場を迎えたなという感じがしますね。前節の負け方がとっても悪かったですね。そうですね、パルマの場合開幕でペルージャに1対1引き分け、ボローニャに2節で1対1引き分け、そして何より前節インテルに5対1で負けたということが響いてますね。クレスポが1点を返しただけでしたね。一方のラツィオなんですけれども、ズベン・エリクソン監督は、契約を延長して、まあ、あのラツィオといいますと、あの株式を上場しているという、クラブチームですから。そうなんですよ、ね、これによって、まあ、エリクソンが継続ということで株が果たして上がったのかどうだったのか気になるところですよね。これがね、企業の未来予測になりますから、エリクソンを延長させたことで株が上がったのであれば、エリクソンの信頼というのはかなり高いなということですよね。そうですね、面白いですよね。面白いですね。ちょっと映りましたけど、ラツィオのキーパーはどうやら今日はバロッタでいく。そうですね、これあのマルケジャーニーに何が起こったかちょっと見てなかったんですけれども、前節も早々と変わってましたよね。そうですね、今入場している、このユニフォームがラツィオのユニフォームです。まあ、ラツィオにはアルゼンチン人プレイヤーが多いんですけれども、この色のユニフォームというのは彼らにとっては非常に着心地のいいユニフォームであろう。あ、そうでしょうね、まあ、ラツィオのこのユニフォーム自体の由来は違うんでしょうけどね、なんでしょう、まあ、はっきりしたことは分かりませんけど、ギリシャの方の何かカラーを入れたというような話もありますけれども、まあ、綺麗なカラーですよね。そうですね、さてエンニオ・タルディーニでのゲームをご覧いただきます。現在16位のパルマ、まあ、まだ3試合を消化しただけですから順位というのはそう関係はないと思うんですけれども、とにかく0勝2引き分け1敗3ゴール7失点、7失点のうちの5失点は前節のインテル戦で喫してしまったものであります。スタメンはまだ発表になっていませんが、後がないマルサーニは果たして、今日はアモローザなども投入して戦ってくるのかどうか、そして最終ライン、トゥラム、ラッシュ氏、カンナバーロのこのライン、一体何が起こっているのかというのをですね、今日新藤さんにじっくり見ていただこうと思います。しっかり見たいですね。この3人の身体能力というのはものすごく高いですから、ただ単に3枚の責任なのか、あるいは中盤も含めた、もっと前のオルテガまでも含めた、チーム戦術に何か問題があるのか、その辺見たいですね。そうですね、ラツィオは現在4位で3試合消化して2勝1引き分け、負けはまだありません。5ゴール1失点、3試合を戦って1失点しか喫していません。今日のアルビトロがご覧いただきました。あ、今いましたね、アモローズ、ね、いましたね、今日のアルビトロはコリーナさんです。まあ、コリーナさんの、ね、レフェリングというのも面白いですよ、はい、とにかくきちんとした基準のもとに、ね、選手たちも文句言わないですからね、この人に対しては、ね、昨シーズンの対戦はラツィオの2勝0敗という成績が残っています。まあ、この両チームは今からエリクソン監督ですが、パルマラッド対チリオというですね、同じ食品会社の対決ということを言えますね。面白いですよね。そしてベロンと選手には元パルマのプレイヤー、先シーズンはパルマにいたプレイヤーです、はい、この2人を果たしてこのエニオ・タルディーンの観客はどういう風に迎えるのか。そうですね、彼らがボールを持った時にその反応が見えると思いますけどね。そうですね、いいプレーに拍手を送るのか、それとも、はい、よくも僕らのチームを捨てたなということで、ブーイングを送るのか。そうですね、ただイタリアの場合愛された選手は帰ってきてもやはり拍手を受けますからね、右にエンドがパルマ、左にエンドがラツィオです。水色を基調としたユニフォームがラツィオ、そして、今日は黒と、まあ、いつも黒と黄色なんですけれども、ちょっと黒の部分が多いユニフォームをパルマ今着ています。今日はラツィオの方はボクシッチが前線出てきてますね。そうですね、
フリーキックのリスタートです。画面前線にいたのがオルテガです。このオルテガをどう生かすのか、マルザーニは果たしてオルテガと心中してしまうのか、それとも彼を生かして、名誉とそして、称号誇りを取り返すことができるのかというところですね。本当そうですね。オルテガをこれまできっちりと使い切った監督を見たことないんですよ、となるとここでパルマの方マレサーニ監督、正念場を迎えましたけれども、きっちりとオルテガにチームとしてのプレーをさせることができるかどうかですね。そうですね。エルナン・クレスポです。エルナン・クレスポは、アルゼンチン代表クラスのプレイヤーです。ブラジル戦では1ゴールを挙げました。ゴールキーパーヘルキはバロッタでスタートしていますね。そうですね。前節もセカンドハーフから出場したバロッタ、昨シーズンは3試合しか出場の機会がありませんでしたけれども、今シーズン早くも1試合目の出場ということになりました。まあ、ルカ・マルケジャーニ、どういう故障があったのかちょっと残念ながら情報はないんですけれどもね。はい。ちょっと私も情報知らないですね。はい。ラツィオを率いるのがズベン、ゴラン・エリクソン監督、そしてパルマを率いるのがアルベルト・マルサーニ監督です。エリクソン監督は3年目、そしてマルサーニ監督は2年目です。今いきなり最後尾のトゥランから飛び出したオルティガにボール出ましたけどね。そうですね。パルマもあの辺柔軟にできればすごく面白いと思うんですよね。そうですね。的に高い選手多いのできっちりとサッカーを組み立てていこうというのが先に来ると相手にとっては組みやすいですよね。そうですね。アタッキングエリアから両チームのエースが顔を出しました。ここはアモローズが抜いていったシーン、そしてこのリターンは今度はサラスが突っ込んでいったというシーンがお互いにありました。しかしアモローズも手術を膝の手術をしたはずですけれども、はい、7月だと思いますけどここまで早い回復ですよね。そうですね。決してベストのコンディションだとは思いませんけれども、まあ、それでもチームの状態を考えるとマレザーニは使わざるを得なかったんでしょうね。アモローズ早速シントさん倒されてますね。ちょっと彼が今日倒されるたびにヒヤッとしますね。そうですね。自分で抜いていきます。こういうところでね、今ボコシアンも行って、あとカバーしましたけれども、はい、彼がトライして失敗した時の相手の速攻というのがすごく怖いわけですよ。そうですね。フゼールです。フゼールはデンマーク戦では1ゴールを挙げている代表クラスのプレイヤーです。181cm、35歳というバロッタのキックです。ルーズボール、ベローン、ベローンです。アルゼンチンではベローンという、ベローンというんですね。そうですね。シネマです。ベナリード、この発音についてはいろいろもう世界各国から選手来てますからね、我々も難しいところあるんですけれども、はい、スペシャリストとして、はい、このシーズンすごく元気ですね。そうですね。安定した力を発揮しています。メドベドもチェコ代表、もうチェコはユーロ2000の予選早くも1位当確ということで切符を手にしましたね。メドベドはリトアニア戦では2ゴールを挙げています。まあ、このラチオでの成功、それは もちろんナショナルチームへの切符ということになります。そうですね。今ね、ネドベドをこうやって倒れてるんですけれども、はい、右足の太もものところに少し穴が開いてましたよ。本当ですか。ラッシュ氏がクリアに行った時に、スパイクがももに入ったんだと思うんですよね。ちょっとね、もものへこみが見えましたよ先ほど。あ、そうですか。はい。
ロングボールはオフサイドです。クレスポのポジションがオフサイドです。今のリプレイです。微妙なポジションでした。さあそれではスターティングイレブンを皆さんに紹介することにしましょう。まずカーザホームのパルーナからです。ウフォン、ベナリーボ、ラシシ、カンナバーロ、そしてテュラン。中盤がフゼール、ディノバッチオ、オルテガ、ボゴシアン、そしてクレスポ、アモローゾという布陣です。リザーブはご覧のようになっています。リバイオとそしてセレーナが前節からは外れているというところですね。そうですね。まあ、パルマはウェファーカップに、を戦っている最中です。9月の16日にはクリフバス、ホームゲーム3対2で勝ちました。30日にリターンマッチが控えています。まあ、どのチームも特に、チャンピオンズリーグなどを戦っているチームというのは2つ持っていないと苦しいですけどね。とにかくバックアップのプレイヤーというのは非常に重要になってきますね。さあ豊富なラツィオのメンバーです。バロッタからファバッギ、ミハイロビッチが今日はセンターに入っています。ネスタ、パンカード、シメオネ、ネドベド、ベーロン、そしてアルメイダ、ボクシッチ、そしてサラスです。ボクシッチ、アルメイダ、そしてミハイロビッチ、パンカーロというところは前節と変わっています。そしてリザーブはご覧のようになっています。センシーニが外れていますし、セルジオコンセイソーも外れていますね。今変わって出てきましたね。はい、先ほどネドベド、はい、ももに相手のスパイが入ったということを言いましたけれども、はい、今変わって、セルジオコンセイソー入ったと思います。あ、そうですか。はい、ネドベドに代わってセルジオコンセイソーが入る。これはオルテガです。違った、今のは、パンカロでしたね。パンカロとオルテガでしたね。はい、パルマはすごく積極的ですよ。やっぱりねこれはマルサーニの意向かもしれませんけれどもね、はい、とにかく今日の試合、ホームの、エニオタルディーニで勝たなければいけないんだという姿勢を見せてますね。うん、そうですね。サラスと組んでいるボクシッチ、ええ、どれだけ、体調が元の状態に帰ってきているか、戻ってきているか、うん、その辺ですよね。そうですね。シモーネ・インザーギが今故障ということですね。シモーネ・インザーギ練習中だと思うんですけどね、はい、足を痛めたみたいですよ。オルテガが倒されました。キャプテンマークをつけているネスタです。うん、こういうところのドリブルはね、はい、シャープですよね。そうですね。これネスタが遅れていってますからね。はい、先ほどのシモーネ・インザーギの話なんですけれども、肉離れでこのエニオ・タルディーニには来てないみたいですね。あ、そうですか。まあ、出場しないときも、ね、スタジアムで観戦なんてことを義務付けているチームも多いんですけども、ちょっといけないような状態かもしれませんね。パンチングで防ぎました。パロッタ、ロングボールを前線に送っていきます。今画面はミハイロビッチが映っていました。まあ、ラツィオの方でミハイロビッチが出ているということになれば、パルマの方もペナルティエリア周辺で安易なファールができませんからね。そうですね。まあ、ミハイロビッチはチャンピオンズリーグにおいてレバークーゼンとのゲーム、同点ゴールを決めたというプレイヤーです。そしてシュート、ボクシッチ、さらにもう一つシュート。あー、今ボクシッチのスペースへの抜け出し早かったですね。その後またセルジオコンセイソン来てましたね。はい、あ、少し髪を切ったんですね。切ってますね。ちょっとイメージ変わりましたね。そうですね。ベロ、さあもう一度この左サイドからセルジオコンセイソン、本
来は右のハーフのプレーが多いような印象がありますが、そうなんですよね、こうやって左サイドもきっちりとできるわけですからね。そうですね。ポルトガル代表のセルジオ・コンセイソン、アゼルバイジャン戦、ルーマニア戦にともに途中から出場している代表クラスのプレイヤーです。ポルトガル代表ってのはしかしなかなかボールを持てるプレイヤーが多いですね。いい選手いっぱいいますよ、ウィコスタもそうですしね。そうですね、シュートします。アルゼンチン代表ベーロンのシュートです。いやこれ拍手とブーイング両方ですね。やっぱりそうですね、昨シーズンまでパルマでプレーをしていたベーロンに対してやはり、エンニオ・タルディーニのたくさんはブーイングと拍手が半分ずつ。まあ、今はねベロンを応援してる場合じゃないですからね。そうですよね、チームはそんな状態じゃないですから、サラース、サラースがさっきみたいに倒れかけてのシュートもですね、前節を思い出すと倒れながらもすごいシュートありましたね。ありましたね。ああいうところは泥臭いですよね。確かにそうですよね。ゴールゲッターは怖ってほしいという気がしますね。ルーズボール、セルジオ・コンセイソンまた使っていきます。今日はベロン右サイドに出てますね。そうですね、かなり柔軟にはやってると思うんですよ、ベロンが中に入るとき、それから右サイドに出て、はい、縦オーバーラップしていくとき、その辺がラツィオの今日面白いところでしょうね。そうですよね。ファバッリが画面です。92年からこのラツィオでプレーしていて8年目。パワディもそれからパンカロも、はい、まあ、名バイプレイヤーといいますかね。おっしゃる通りですね。彼らの存在があって初めてラツィオが光るというようなところありますからね、はい、そうですね、うん、うん、バッチョこれくらいの距離からどんどん打ってきますよ。そうですね、イタリア代表のディノバッチョ、先日のデンマーク戦にも出場しました。彼のキャリアも、ね、インテル、そしてユーベ、素晴らしいキャリアの持ち主です。仕事人という感じですね。そうですね、パルマには94年に移籍してました。今28歳です。セルジオ・コンセイソン、バックスタンド側からスローインを入れます。少しずつラツィオのペースになってきているのが、ちょっと気になりますね。そうですか。あれだけパルマが開始早々積極的に来たんですけどね、今はこういうボールを回してくるところはラツィオのペースになってますよ。そうですね、ロングボール、カンナバーンを送ってきます。ハーフウェイラインの近くでこのボールをカットしました。ラツィオを率いるスベン・エリクソン監督、マルサーリ監督が言った時はどういう表情をこの時間浮かべているんでしょうか。とにかく失点をする前に優位に立つために得点を取りたいでしょうね。そうですね、キーパーまで下げます。左にエンドを取ったラツィオ、今日のキーパーはバロッタです。クレスコに送った、いやサラスに送ったボールです。チリ代表マルセーロ・サラース、昨シーズンは15ゴールを挙げてチームの得点王でした。ベーロン、あー、ブーイングですね、やっぱりね。ブーイングですね。先ほどトゥラムと、はい、それからサラースのマッチアップありましたけれども、この2人の対決も面白いですね。面白いですね。今日楽しみにしたいものの一つですね。ボクシッチ、サラス、なんとかボクシッチを生かそうという気持ちは周りのプレーヤーにありますね。シメオネです。クロアチア代表のアラン・ボクシッチ、ファーストハーフ15分を経過しました。両チームは得点はありません。
ジャンルイジ・ブッフォン。ブッフォンはもう94年にデビューしましたがパルマ一筋というゴールキーパーです。若いプレイヤーですけれども、もうイタリアの第一人者になりましたよ。そうですね、ファーストキーパーですね。クレスポ、パンカーロ、ヘルナン・クレスポです。いや、しかし出てくる顔ぶれ豪華ですね。本当にそうですね、各国の代表クラスのプレイヤー、キラ星のごとく輝くという表現がぴったりのセリエです。代表キーパーのブッフォンは188センチ、そして21歳という若さのプレイヤーです。ブッフォンもね、少し髪を切って、そうですね、大人びて見えますよね。攻めていますパルマ。さあオルテガ、このところさすがなんですけど ね、 そうですね。ただ周りとラストのところで合わないシーンがたくさんありますよね。そうですね、バレンシアでダメ、サンプドリアでもダメ、それでも高い評価を得ているオルテガ。 そのポテンシャルは誰もが認めるところなんですが、ただそのチームにとってはモロ刃の剣というプレーです。そうですね、まあ、今ベネツィアにいるスパレッティもサンプドリアの時にベーロン、あー、ごめんなさい、オルテガを使うのに苦労しましたよね。そうですね、シュートレンジです。ボクシッチ、クロアチアのアラン・ボクシッチです。187センチ、29歳というアタッカーです。オルテガ、そしてベーロン、オルテガとベロンはもっとリーベルですね。そうですね、ミハイロビッチです。クロアチアのミハイロビッチ、昨シーズンは8ゴールを挙げました。今日のアリビタロコンリーナさんです。職業は財務コンサルタントというコリーナさん。もう多くの人がコリーナさんの名前は知ってますね、はい、顔と名前はね、さてボクシッチがいます。さあ最初のコーナーじゃないですかね。怖いですよ、ミハイロビッチの左足来ました。レバークーゼン戦もね、素晴らしいキックで決めたんですよね。シメオネです。ミハイロビッチがピッチに立っていなければ、相手チームはもっと激しくいけるんでしょうけれども、ね、すごく気を使って、あのボールへのアタックやってますよね、はい、うん、まあ、ナチオはそのチャンピオンズリーグも戦っていて2チームをできれば作りたいと考える監督が多いと思います、はい、ターンオーバーをどう使っていくかということなんですが、センシーニとミハイロビッチ、はい、これはやっぱ使い分けということを考えてくるでしょうね。やってくるでしょうね、相手によってもですけどね、今日はセンシーニではなくミハイロビッチを使ってきた、この辺のプランというのはどういうことになるんでしょう。パルマが今日どうしても勝たなければいけない試合になってしまいましたから、そういう時に、ラツィオにとってはアウェーゲーム、この試合硬直状態があるだろうと、はい、その時にはミハイロビッチの左足というのは大きな武器ですからね。なるほど、そういう意味での使い方、エリクソン監督がやってきました ね、 なるほどね。シュートレンジです。シュート、よく反応しましたね。デンマーク戦でも1ゴール挙げましたディエゴ・フジェーロです。オルテガからでしたね。そうですね、さあラッシュシー、ラッシュシーね、はい、あの足元そんなに下手じゃないと思うんですけれども、どうもサイドチェンジのボール、はい、まだしっかりとしたボール蹴れないなという印象がありますね。これが辛いところです ね、 ね、当然3バックであれば、はい、かなり高い位置からのフィードということが必要になってきますのでね、ま
叩きます。ラッシュ氏、サリウ・ラッシュ氏です。オルテガ、このオルテガの狡猾なところはその相手が走りたいところあるいはこうつい押したくなるようなポジションに身を置くということですが、ただ残念なことに自分がそれでカーッと来てしまうこともありますね。あります。フランスワールドカップでのオランダ戦はまさにそんなシーンがあります。そうですね、彼の場合相手が嫌だと思うことはねやるんですけれども、誘うプレーがいい方に出るときと悪い方に行くときとありますよ ね、 そうですね。フゼールのフリーキックから最後に合わせようとしましたクレスポ。いやでも綺麗な映像です ね、 ね、まあ、今オルテガクレスポというところは画面に出てきますけれども、はい、ちょっとアモローゾが心配ですね。あ、そういえばそうですね、アモローゾの動きが、昨シーズンのいい時の状態までまだ行ってないですね。そうですね。画面はボクシッチです。アモローゾもそういえば立ち上がりこそ出てきたんですが、はい、その後そういえば画面になんか紹介する機会がないですね、最初に背後からラツィオにタックル受けましたよね、その後ちょっと動きがね、恐る恐るやってるなという気がします。そうかもしれませんね。チュラン、オルテガ、ファールです。オルテガは額のあたりを抑えています。肘でも入ったんでしょうか、あるいは彼は一流のアクターですかね。そうですね、リプレイ見ましょう。この辺もね、ミハイロビッチが出るのはもう視野の中で捉えてるわけですよね。そうですね、ミハイロビッチが出ます。あとこの場面で自分が生き残るというのは右サイドを通してファールを受けることですから。なるほど、そうですね、サンプドリアから移籍してきたアルゼンチン代表のオルテガです。さてフリーキック、さあここから狙いますかね、どうするでしょうね。キッカーはフゼールです。フゼールですね。さあフゼール、ベロン合わせてきましたね。そうですね、弾き返したカンナバード、チュラム、オルテガ、シメオネ、おっとマルセロ・サラス、これは完全にね、頭なんで、ベナリーボが倒れてます、今サラスの方が心配してましたね。そうですね、頭と頭がぶつかった時にすぐ止めてくれる審判はいい審判です。このコティーナさんのこういう時の対応ってすごく早いですよ。そうですね、やっぱこう選手はいろんなことからもう守られないとですね、これは本当に頭ですからしっかりした処置をするべきです、ちょっと心配ですね。心配ですね、ピクリともしませんね、蘇生法をやってますから。そうですねシーズンもセリエ A では、はい、そういう事故がありましたからね。ただすぐ選手が蘇生法で息を吹き返したというシーンが昨シーズンありましたよ、はい、あ、そうですか。選手は大丈夫だったんですね、軽い脳震盪だといいんですけれどもね。あればいいんですけれども、この倒れ方がもう完全に手の方の力が抜けてますよね。頭から落ちてませんか、意識はあるよ、どうでしょうね、分からないですね、分かりません、今足が上がってて持ち上げてたんですね、まあ、これはサラスはインテンショナルなプレーではないんですけれども、現在試合は中断してしまっています。昨シーズンの対戦はラツィオの2勝0敗というのを紹介しました。17節と最終節34節で対戦しています。
ラツィオは2対1でパルマを最終節破ったんですけれども、ミランに本当に残り2節でかっさらわれてしまったという昨年だったですね。ラツィオは立ち上がりに昨シーズンは3分けから入ってるわけですよね、もったいなかったですね。そういう立ち上がりにエンジンがかからなかったというのが最後に来て響いたというところありますからね、今シーズンはその点はすごく気を使っていると思いますよ。そうですね。一方のパルマは昨シーズンも立ち上がり実は悪かったんですね。パルマも悪かったんですけれども、引き分け勝ち、はい、引き分け勝ちと、まあ勝ち点はね、それなりに重ねてますから、そうですね。これはちょっと深刻です、深刻になりましたね、はい、ベナリーボが倒れてしまっています。ベナリーボは170センチ、31歳、91年からパルマでプレーをしています。今シーズンが9シーズン目というパルマをよく知るプレイヤーです。この頭を打って倒れた方が僕は問題だと思うんですけどね。そう深刻でなければピッチの外に出して治療するはずなんですが、このまま治療を行っているというのはですね、頭を打っているからですね。セレーナが今準備しています。あるいは呼吸、はい、それから脈拍、その辺も正常な状態じゃないということですよね。そういうことですね。もうこうやって倒れ方を見て、はい、ちょっと危ないなというのが分かりますけどね。そうですね。ここ今ね、拍手に送られて、今ベナリーボーが手をちょっと指先を動かしたのが見えたんですよ。そうですか。そうするとちょっと安心ですけどね。本当に人間ただちょっとした打ちどころで大きなダメージを負うものですからね、これ点滴を受けながら退場していく形になってしまいました。おっと、変わりましたね。大丈夫ですね。よかったですね。まあもうこうなるとプレーはね、できませんから。そうですね。もうこれは交代しようがないですね、はい、先ほどセレーナが準備をしていたようでしたね、そうですね。ミケル・セレーナもアトレチコ・マドリーから帰ってきたプレイヤーなんですが、非常にユーティリティなプレイヤーですね。そうですよね。右でも左でも使えます、はい、だからフゼールもかなりユーティリティなプレイヤーですし、そうですね、真ん中だったり右もできますし、そうですね、セレーナもそうですし、いい選手をまた入れましたね。そうですね。メロン右から上がっていきます。アンカーロカップルに行きました。セレーナ早速お役に立っているという感じのセレーナ、今のよく抑えましたよ、マルセイのサラスです。今サラスにアンモニット、イエローカードということ出てましたね、そうですね。どのシーンのことでしょう。先ほどのことなんでしょうかね。先ほどのシーンということのようです、今シーズンは、2枚目のアモニツヨーネということなんです。アタッキングでも入ってました。シュート落ちます。ディフェンダーにかかって入りました。サラース今ね、サラスはすごく嬉しい、チームも嬉しいんですけれども、はい、先ほどのベナリーボに気を使って、喜びのパフォーマンスまだしませんでしたね。パフォーマンスを、ね、抑えましたね、この辺が彼の優しさですけどね、僕は彼はポスト、本当エンツォ・フランチェスコリになれるんじゃないかと期待しているプレイヤーなんですけども、今一生懸命ミハイロビッチが、そういう状況を打開するために声かけてましたけれども、ちっとも嬉しそうじゃないですか、ね、そうなんですよ、だから彼にとっての先ほどの、ベナリーボというの姿というのはすごくショッキングだったわけですよね、そうですね。でパルマで問題なのはこういうシーンが多いですよね、今シーズンディフェンダーはいるんで
ですけれども、そのディフェンダーに当たって、ブッフォンが対応できないです、ね、そういうシーンがたくさんありますね。ラストタッチはどうやらボゴシアンのようですね、まあ、オフィシャルな、情報が入ればお伝えしますが、おっと、ひとまず前半の30分サラスのゴールだと皆さんにお伝えしておきます、はい、そうですね。カバンディです。真ん中にオルテガを挟んでという形でしたけどもね、セルジオ・コンセイソンとカバンディの中間でした、はい、ここでもフゼールが蹴りますね、はい、さあフゼール右足のフリーキック、あーっ、いやー、久々にアモローゾが ね現れましたけどね、真ん中でラッシュ氏ですかね。そうですね、ラッシュ氏ですね。サリュー・ラッシュ氏、サンプドリアからのレンタルバックです、はい、レンタル行ってましたけどね。そうですね、ですから昨シーズンはオルテガと一緒にプレーをしていたんですね、はい、サンプドリアでプレーしてた時も、はい、見て、あの身体能力高くて、うん、かなりディフェンス能力もある、高さもあるいい選手だなと思ってましたけどね、この中でパルマの中で、はい、ディフェンス面は問題ないんですけれども、ちょっとボールのフィード、うん、前線へのパス、その辺がちょっと不正確な部分が見えてきたなと、まあ、周りがレベル高いですからね。そうですね、特にあのサンプドリアから帰ってきた2人に関しては、まあ、帰ってきたというか1人は帰ってきて1人は席なんですけども、はい、気象面を指摘する声もありますが、どうでしょうね、まあ、性格的な面も含めてですか、その辺はオルテガに関しては、まあ、オルテガというのは世界に知るところではありますね、うん、そうですね、ラシッシュもね、相手のブーイングとかに対して自分を抑えられないことはあるんですよね。さて先ほどのゴールサラスとひとまずお伝えしましたが、オフィシャルの発表ではオウンゴールというふうになり、うん、変更になりました、まあ、ボゴシアに当たってたということです、まあ、ただシュートは僕はそのまま枠に行っていたような気もしますけれども ね、シュートをあそこで打ったからそういうシーンが生まれたんですけれども、まあ、これはもう公式発表ですからね、しょうがないですね、はい、まあ、サラスも先ほど の感じでは、うん、まあ、それでいいやと思ってるでしょう。そうですね、いいかもしれませんね。シュート落ちます。ロングレンジからのシュート落ちました。クレスポ、ジャンピングヘッドを競りました。ボクシッチ、フォーメーナから右に送ってサッコ縦に取ったら、ファバンディされました。フゼールがカットされてしまいました。左サイドからファバンディ縦にボールを送ります。トゥーマークに行きます。この辺はしかししっかり2人でマークに行って手渡しはうまくいきました。そうですね、オルテガ、ゲームメーカーのオルテガにボールを預けようというような意図は見えるんですけれども、うん、もうちょっと、オルテガ、クレスポ、アモローゾ、はい、その辺でうまくパスが回せないかなという気はしますね。今のもマークを受けているオルテガに対してのパスでした、まあ、それはオルテガの動きが足りないのか、あるいは、苦しい状況のオルテガにパスを出さざるを得ない状況なのかというところなんですが、決してオルテガ任せではないんでね、あとはオルテガの判断次第なんですけども、なるほど、ね、彼はまあやろうと思えば、はい、相手に2人囲まれても、抜け出す力があるから余計にね、持ってしまうんでしょうけどね。そうですね、まあ、持つんであればもうちょっとペナルティエリアに近いところでやってほしいなと思いますね。さてアタッキングエリアになかなか入れない、クレスポあるいはオルテガ、ボールの来ないアモローゾ、イライラしなければいい時間帯なんですが、そうなんですよ。ファーストハーフ35分を経過しました。ただ、長い時間にわたって、ベナリーボの治療で試合が中断していましたので、ロスタイムは結構あるんじゃないでしょうかね。そうでしょう。クラスポ、オルテがここまで下がってしまいました。フゼール、
クゼールが右、セレーナが左、ブノバッチオとそしてボボシアが中段にいます。ツートップはアモローザとクレスポ、2列目にオルテガです。マルセロ・サラス、今日ネドベドに代わって入ったセルジョ・コンセイソン、はい、ものすごく左サイドで気の利いたプレーをやってますね。あ、そうですね、あのブゼールがどんどん上がっていきたいんですけれども、コンセイソンのポジショニングがいいので、困ってますよね。なるほどね、パンタロ、ワン・ツー、サラス、中央にはベーローンが上がってました。セルジオ・コンセイソン、ボクシッチ、ボクシッチ、ボクシッチ、シュート。まあ、今の形でのシュートへの持っていき方、はい、これは、ボクシッチらしいんですけれども、彼がいい時は今のところでもう一回ドリブルで前に行くかもしれませんけどね。なるほど、そうですね。得点は1対0、オウンゴールでラツィオが1点をリードしています。左サイドを守っていますパパッリ、ボールが来ないクレスポ、アタッキングエリアの中ロビングのボールになりましたね。譲り合ってはいけませんが、やっぱりなんかアモローズは恐る恐るやってるような感じしますね。そうですね。ボクシッチ、今のはね、ブッフォンの好判断ですね。そうですね、この状況でブッフォンよく来ましたよ。そうですね、アルメイダがしかしいいアクセントをつけましたね。アルメイダも今シーズンはチャンスと見たら飛び出してくるでしょうね、今のような形で。そうですね、きちんとシメオニもいますし、ベーロンもいますしね、ワントラップしてのシュート、オプションとしては分かりますけれども、ミハイロビッチです、まあ、彼ならば許されるんですかね。あのくらい外れてもね、まあ、この次は決めるかもしれないという1回目はね、本当に枠取られますよ。そうですよね、まあ、彼もその世界のフリーキッカーの中で特筆すべき選手の一人でしょう ね、トップクラスですからね、させないということに終始してしまっています。さあ久しぶりにクレスポボールをもらった。クレスポコースはありません。ラツはいい守りです。パルマの方全体が同じ意識のもとにプレーしてないですよね。そうですね、ラツィオの方が攻撃に関してはっきりしてますよ。そうですね、タールです。オルテガが倒れました。パンカロ、186センチ28歳、ジュセッペ・パンカロ、イタリア代表です。まあ、大事にピックアップはされましたけど、先日は出場する機会がありませんでした。そうですね、次のパスコースがないのでね、戻しましたよ。ボブシアンクラスにしてこの球離れの悪さというのはどうしたことなんでしょう。ところがないでしょう。ロングレンジからのシュートを打ちます。チーム全体としてタイミングの同時性といいますかね、はい、動きの同時性、そういうのが今パルマにありませんから。そうですね、パスを出そうと判断したときに動いてない、そういうときには相手に囲まれますよね。気持ちがバラバラですね、
パスも雑になりますよね。そういうことですね。せっかくフゼールが右サイドで、はい、あのポジションまで上がっていったのに、結局は何も起こらなかったというシーンですから。バロッタのキックです。サラスを狙っていたキックでした。アッシッシが弾き返して、しかしこのボールは再びラツヨがキープしています。アルメイラとアルメイラ弾き返します。おそらくこの映像を見ておられる方は皆さんどこかチグハグだなということを感じられると思うんですよ ね。今カンナバールが少し上がってきて中央のクレスポのところまでは行きました、でオルテガもクレスポの動きは見るんですけれども、あとのアモロードの動きの方をあまり気にしないというのが、画面で見えるんですよね。うがった見方をすればですね、アルゼンチンからブラジルにパスが出るもんなのかななんていうふうに思うと思います。これはね、あの両国の戦いをいつもご覧になっている皆さんはね、もちろんうがった見方ですから分かってるんですけどね、感じられるでしょうね、出ないとそんなふうにも思い出せないですね、もちろんクラブですからそんなことはないんでしょうが、まあそういうのは自然に出る場合もあるでしょうけどね。そうですね。さて、しかしラツヨとしても流れの中でシュートまでは打てません。ラツヨはすごくアウェーゲームというのを意識してますね。そうですね。当然パルマが前向きにやってくるであろうから、はい、そのリズムを作らせないということを、今一生懸命アルメーダ、シメオネ、ベロンあたりがやってますよ。そうですね。さあチュラン、カンダバード、アルメイラがカットできます。デーロ、アルメイラ、この2人のボランチが効いてます。いや、まあ、基本的には柔軟ですけれども3人ディフェンシブなミッドフィールダーがいると考えていいんですよね。そうですね。デーロ、アルメイラ、シメオネ、この人たちに囲まれたらちょっとプレーできないですね。ちょっとね、特にシメオネに狙われると怖い感じしますね。アルメイラが体を張っています。アルメイダ、メロン、シメオネというのはともにアルゼンチンのプレイヤーではありますけれども、出身のチームは全員がバラバラだというのはこれまた珍しい感じがしますね。まあ、ただメロンとアルメイダに限って言えばリーベルで重なっている部分もないことはないですけどね。あ、失礼、メロンはボカとエスティディアンテスですね。サラスがリーベルだったですね、チリの。シメオネがペレス、アルメイダがリーベル、ペーロンがエストディアンティスとボカ、ライバルチームから来たんですね。そうですね。エストディアンティスも名門チームですよね。古豪ですね。古豪ですね。さあフゼール、もう何度かフゼールがこういうフリーキック蹴ってますからね。さあフゼール、ああ直接狙いましたね。狙いましたね今。ティラム縦に入れようとします。シュートをします。アモローゾでしょうか。まあ、きっちりとネストも言ってましたね。言ってました。意外とこれ意外と言っていいかどうかわからないんですけれども、はい、ミハイロビッチのディフェンス能力高いんですよ。あ、フリーキックの印象が強いですけどね。どうしても、ね、フリーキックの印象が強いですけど、からね、手が、はい、そうは思われないんですけれども、かなりカバーリングもきっちりありますし、ボールに対しても厳しくいきますしね、いやー、しかしパルマはハーフウェイラインを越えてからのパスがかなりアクロバティックな形でないと受けることができなくなっています。オルテが前が向けないですね。そうですね。これも苦しいポストだけです。アモローゾどうするか。オルテガを狙ってのパスは簡単に読まれてしまいました。そうですね。今アモローゾがボールをカットされた時には、はい、もうオルテガはかなり前に行ってるわけですから。そうですね。ロスタイムは6分です、うん、中盤のスペースを大きく空くわけですよ。ロスタイムに入っています。ファーストハーフです。ラッシッシュ、カンナバーノ、もうちょっとセレーナに前の方行かせたいですけどね。そうですね。ブッフォンです。
スベン・ゴラ・エリクソン監督、スウェーデン人の監督です。51歳です。チームでは3年目ということになりますが、セリエ A という見方をすれば13シーズンこのリーグを見ているということです。見てますね、はい、ローマも見ましたし、フィオレンティナも見ましたし、はい、サンプドリアもそうですね。そうですね。ロスタイムは6分と表示されました。手元の時計、上にも出てますね。1分が経過したところです。トランからカンナバーロ。さあこの状態でこのままハーフタイムに入った時、はい、マルサーニ監督がどういう指示を与えるかですよね。マルサーニ監督しかし映らないですね、うん、先ほどちょっと映りましたけどね、はい、ちょっと表情はやっぱ硬いですね。そうですか、うん、はい、ラッシッシがドリブルで運んでハーフウェイラインまで越えました。しかしスクエアなパスです。これも、まあ、いわゆるホスピタルパス、今のもラッシッシはあの中へパスしましたけれども、その前に当てるところを探すのが先だと思うんですよね。しかしトップに当てようと思った時にそこにはオルテが重なってる、はい、そういうシーンを見るとチームとしての、戦術、その辺がマレサーニが徹底させてないかなっていうのが感じるわけですよ。なるほど。だからオルテガの動きを絡めたチーム戦術、はい、その辺がはっきりしてないなという印象はありますね。そうですか、まあ、ベローンに変えてオルテガが果たしてどうだったのかというのはシーズン前から言われてたことですが、もうこれは4節ですが、そろそろ結果を出していかないといけない時期ですね。そうですよ。でないとオルテガは高い買い物してますからね。高いですよね、まあ、切りませんけれども、マルサーニの方切られますよね。うーん、セールヘディングのクリア、まだアタッキングエリアの中です。落としてシュートはジャストミートしませんでした。チームのリズムが悪いとあの辺でディノバッチョでもきちんとミートできなくなるんですね。ディノバッチョにしてですからね、不思議なもんですね、まあ、先ほどマレサーニ監督の話出ましたけれども、はい、あの会長のステファノ・タンツィさんというのは、基本的には自分が雇った監督というのは長い目で見ようという考えの人ですからね、はい、だけどこのインテルの戦い、そして今日の内容を見るとこのままでいったらちょっと危ないですね。まあ、地方都市にある程度人気チームですからね。タイムできちんとした指示をする、それから後半になって選手の交代も含めて大きく化ければその話なくなるでしょうけどね。そうですね。ロスタイムは4分を経過しました。オルテガです。さあラッシュ氏からパスられて、厳しいパスです。セレーナワンタッチで叩くのが精一杯でした。ボルシアファールです。とにかく先ほどディノバッチョが前線へパス出そうとしましたよね、はい、で一番危ないだろうパスコースはラツの誰かが防いでるわけですよ、まあ、それがアルメイダでありシメオであるんですけどね、はい、守りの意識はしかしラツが強いですね、うん、危険なところはここで消せばいい、プラン通りなんでしょうね。そうですね、プラン通りでしょうね、アリエル・オルテガです。セリエでは31試合で8ゴール今シーズンはまだゴールはありません。バロットのキック、メロが決めます。の良さを生かすのであればもっとオルテガにペナルティエリア付近でプレスさせなきゃいけない。
ませんよね。そうですね、彼がボールを持っているもらいに行く位置が非常にハーフウェイラインに近いところです、ですからパルマの方は後ろのラインもそうですけれども、はい、多少押し上げを早くして厚くした方がいいですね、そうですね。このバッチョか、さあフゼール、チュラン、フゼール、ポスタイム6分と表示されましたが、まあ、大体同じぐらいの時間だったですね、ナエメル、マルセロ・サラス、君のせいじゃないよと言ってあげたい気持ちもしますけれども、ね、99-2000 シーズンのメガカルチョセリエ A、 この時間はパルマとラツィオのゲームをご覧いただいています。さて、前節、第3節の、リザルトを一覧表にしてご覧いただいています。今日のカードであります、まあ、パルマがですねインテルに 5-1 というカードで敗れました、はい、その他もフィオレンティーナ、ユベントス、ラツィオ取ってますよね点を。フィオレンティーナの4がなんかとびきり大きく見えますね、これわざと書いてあるんですかね。いやでもこんなに点入るんですね、いやレッチーナが頑張るんですよね。予算節までを消化してシートさんが注目をしているチーム、あるいはこのチームをこれから続けていくと面白いよというチームはありますか。まあインテルはね、やはり皆さん感じてもらえる通り面白いでしょうね、モリエロっていう右サイドのスペシャリストをきちんとリッピ監督使ってますからね、それからね、バリ、バリ、このチーム、ミランとそれからラツィオに引き分けてますけれども、まあ、上位を狙うんであればバリのようなチームに、バリの戦術にはまらなければ上行きますけど、こういうチームがくせ者なんですよね。なるほどね、足元を救うのは案外こんなチームかもしれない、そうなんですよ、ウリネーズもそうですしボローニャもそうですけどね、そうですね、さて、それではパルマラツィオ、前半のハイライトシーンをここで集めてご覧いただきます。さて前半の10分です。このシーンセルジオコンセイソンですね、唯一ボクシッチが彼らしい動き出しから、はい、シュートを狙っていくというところでしたけどね。そうですね、髪型を変えたセルジオコンセイソンの、そしてシュートというところをご覧いただきました、そしてさらに20分、画面はベーロンです。ここですよね、かなりの衝撃です ね、 そうですね、これサラスとベナリーボ、これが24分ぐらいだったですかね、でこれでベナリーボは一時期意識をなくしてしまって、かなり長い時間ピッチに横たわることになってしまいます。ただ本当にこのシーンの時のね、はい、審判の処置は良かったですね。やっぱりね、すぐに振り向いてくれましたからね、これでちょっと安心しましたね。そうですね、少し手を振ってというか、まあ、振るというか手を上げるシーンを見せてくれましたからね、そしてその後です、このクリアボールが中途半端だったのをサラスが狙いです。ボーシャーに当たってゴールに入りました。サラスのゴールとお伝えして、その後オウンゴールがオフィシャルだとお伝えしたんですが、もう一回だけ訂正します、サラスのゴールだということです、まあ、サラスのゴールにしてあげましょうよ、これは。いやこれはそうですよね、サラスはこれで今シーズンは2ゴールということになります。さらにもう一つ、これはねブッフォンよく飛び出しましたよね、このタイミングでブッフォンよく出ましたよね。そうですね、前半のハイライトシーンを集めてご覧いただきました。近畿日本ツーリストで行くセリエ A 観戦ツアー、ワールドカップで活躍したジダン、ロナウド、バティストゥータ、そして日本の中田七海が熱い戦いを繰り広げるセリエ A を見にイタリアに行こう。近畿日本ツーリストではペルージャ戦、ベネツィア戦をはじめ多くの観戦ツアーをご用意しています。お申し込みは近畿日本ツーリストサッカー事務局まで。前半戦のスタッツをご覧いただいています。オフサイドは2つずつです。それからシュートオンゴール、
パルマが2、ラツィオが1、あ、じゃあラツィオはあのサラスのだけなんですかね。そうですね、まあアウェーの戦いをしてますよね。そうですよね、コーナーキック、ファールの数、そしてイエローカード、レッドカードの順になっています。一番下が、ボールをどれだけ支配していたかということになりますけれども、まあ、パルマの場合は支配してたよりはなんか持たされていた部分という印象もあるんですけどね。うん、それは強いですね。あの、最後のポセッソディパルラっていうのは、はい、あのパルマの16分50秒ぐらい持っていることになってますけども、うん、それがつながりのあるボールの持ち方じゃなかったですね。そうですね、ラツィオの方が早い展開で、攻撃をしてたという印象がありますよね。はい、さあそれではセカンドハーフに向かうところです。メンバーの交代などはまた確認してお伝えすることにしましょう。サラスと一体何を話しているんでしょうね。またあのリナさんっていうのはこういうところをすごく選手の心理を大事にする人で、今もサラスに対してもうあのことはしょうがないということを言ってるんでしょうね。こういうね、やはりレフェリーとしての優しさ、それから厳しくするところの基準、はい、はっきりしている人っていうのは選手たちからも信頼を得ますよ。いや、おっしゃる通りですよね。今日のアルビトリです、アルビトロコリーナさんです。パルマ対ラツィオの一戦、元日本代表キャプテン新藤克義さんの解説でお送りしています。99年の9月26日20時30分キックオフ、レガカルチョセリエ A 99-2000 シーズンの第4節、会場はエニオ・パルディーニです。セカンドハーフは右にエンド、ラツィオのキックオフで始まりました。さてパルマ、なんとしても勝ちを収めたいところなんですが、1対0ラツィオリードでセカンドハーフに臨みます。アタッキングエリアに入れてきます。まず初めのアクセントはラツィオがつけています。本当は逆でやってほしいんですけど ね、 そうですよね。このキックオフの立ち上がりのボール、やっとここでパルマがボールを取り返しました。長い距離を走ることになります。ラツィオはラインを浅く保っています。セルジオコンセイソン、しかしまたセルジオコンセイソンが来ます。カンナラード、ちょっと中盤がないですよ ね、 ないですね。かなり前線と最後尾開いてますから、押し込まれたままですよね。今のカンナバーのロングパスが物語ってましたね。メロンからカンパンカード、トラップミス、相手がクリアしました。スローを入れます。メロンからもう一度パンカード、もう一度パンカード、ここはもうフリーウェイになっています。それにしてはこのキックはあまりにもイージー、ちょっと珍しいシーンですけどね。そうですね、パンカードです。必ず右のパンカード、それからババ左のファバリ、はい、出てきますよ。そうですね、しかしラツィオは今立ち上がりに初めにまず左サイドからですね、はい、セルジオコンセイソンがアクセントをつけ、今度パンカードですよね、いい形ですね。いい形ですよね、アウェーでとりあえずリズムをつかむまで必要なことをやってますね、うん、そうですね。キャプテンマークをつけているネスタです。パルマの焦りを誘うには早い時間にこうやってアクセントをつけてしまって、そして、集中力をまた高めて入ってきたであろうオルテガの集中力をまた奪い去ってしまえば楽に勝つことができるはずです。そういうところをハーフタイムでもきちっと言っているでしょう。そうですね、落として、ボクシッチが落としたんですが、その後のシュートがうまくいきませんでした。セルジオコンセイソン、ポルトガル代表のプレイヤーです。あのこの3試合、ここまでのラツィオの3試合、はい、左サイドでネドベドがすごくいいプレーをしていたので、コンセイソンに交代になった時どうなるかと思ったんですけれども、コンセイソンらしいプレーを随所に見せてますよ。そうですね、中に入る時、左サイドでタップに行く時から、あのディフェンスの時の危ないところの抑え方、はい、そういうところは彼らしいですね。そうですね、今日のラツィオはいい意味でメロン、あるいはシメオネというあたり、あるいはアルメイダまでが目立っていないという感じです。うまくアルメイダ、はい、やってるなという感じですね。本当にそうですね。アルメイダ右に出します。パンカード上がってきます。目立たなくても効いてるなっていうのは感じますからね、はい、そうですね。
さあここから組み立てるにはかなり距離がありますがどうするでしょうね、うん、やっと近づきましたけどここなんですよね問題は、はい、オルテガ、まあ、今はうまくいきませんでしたけど前でクレスポの動きに対してオルテガが判断を早くしたのは良かったと思います。そうですね、ただし反応したのがクレスポであるしそれを見てたのがオルテガというこの2人のラインだけというのはちょっと気になりますよね。そうですね、ここにやっぱりアモローズも絡んできてほしいですしね、キーパーのバロッタです。さて、情報が入りました。ファーストハーフの途中でサラスと衝突したベナリーボに関しての情報ですが、入院をしたということです。精密検査などを行う CT スキャンなどを行うということですが、詳細については明日発表されるということですが現在は、集中治療室に入っているということです。ちょっと心配ですけどね、きちんと検査してね、まあ、ただ頭ですからね、安心したいですね。得点は1対0。前半の30分サラスのゴールです。水色のユニフォームラツィオがリードしています。ベーロンです。アン・セバスチャン・ベーロン、昨シーズンはパルマでプレーしていました。元ボクシッチがスルーしてサラス、ちょっと強引でしたね。そうですね、ディナマッチョ、そしてクレスポという縦のラインそのジオコンセンスの左サイドでしたし本当にいい守備をしています。アモローゾカットしていきました。パパッティ、パパッティ、はい、パンカロ、ね、いいですよ、頑張ってますよね。オルテガすごく華やかな選手が多い中で、はい、パパッティやパンカロという選手の地味ですけど、うん、チームに必要なプレー、はい、これは光りますよね。そうですね、そこまでしかしね、身によってはシンプルにタッパリに切られてしまうとアモローゾとしても仕方がないですよね。まあ、アモローゾやっぱり本調子じゃないですね。そのアモローゾを使わざるを得ない状況に立たされている、だけどここはね、もうアモローゾがすごく気にしながらプレーしてやるんで出るんであれば、はい、やっぱり変えた方がいいですけどね。そうですね、ファウルがありました。シメオネです。パルマはスタビッチと、リバイオがリザーブになっています。監督という仕事はかなりプレッシャーも受けますし、はい、大変な仕事だというのは分かるんですけれども、いい監督というのは最後まで信念を持って、うん、勇気を持って選手の交代もそれからチームへの指示もやりますからね。そうですね、そこから出資ポストシュートしました。アモローゾ、昨シーズン22ゴール得点王のアモローゾ、すごく活躍だったですね、昨シーズンは、さらに得点王重なっていったって感じですね、まあ、バティが途中で怪我しなかったらっていう感じはしないではないですけどね。アルメイダ、セルジオコンセンソン、オルテが頑張っているんですけどね、最終ラインに近いところでオルテガは怖くもなんともありません。この人が強い、セルジオコンセンソンも行きましたけどね、ラッシッシベローがカットに来ましたが、さてディノバッチオ、ディノバッチオ、さあこの先果たしているでしょうか。ここにもうクレスポがいると、クレスポ自分で行くしかなかったですね。そうですね、その前に左サイドに上がっていた選手がありますけどね、はい、セリーナですかね、何か使ってあげたかったですね。そうですね、ベーロンには相変わらずすごいブーイングです。今日は選手が出てませんが、出てきても同じことでしょう、うん、同じでしょうね、ティランです。
サラス、何かファールの中に自分を置いて自分を何か痛めつけているような痛々しいサラス、ね、彼のせいではないんですけど ね、 そうね、まあ、しかしこういうプロフェッショナルの戦いの中で優しさの片鱗が見えるというのはなんか感動的ですけど ね、 そうですね、まあ、先ほど の、 あの退場し負傷退場したベナリーボーを、ね、はい、早くいい状態に戻ってほしいというのは我々の願いですけど、あのこのラツィオとパルマのセカンドマッチで彼らが握手をするシーンを見たいです ね、 ね、新藤さん ね、 ね、いやしかしミハイロビッチは時折顔を出してはすごいキックを蹴ってきますから ね、 ね、エリクソン監督です。サラス、いいですね、ですね、はい、セルジオコンセンソです。フゼール、ラッシッシ、テュラムです。テュラム縦に送ります。ファールを受けましたアモローゾ、ファールを犯したアルメイダ、この辺ではね安心してアルメイダもシメオネもボールに対してきつくいきますよ。そうですね、直接のゴールはあの距離からではないわけですからね、だからもっと相手のファールを誘うんであれば、ペナルティーエリア付近まで、はい、特にオルテガがいるわけですからね、ドリブラーですから、ね、うまく使えないかなというのが今の考えですね。そうですね、パルマにもエスペシャルなフリーキッカーというとちょっとねフゼールが蹴ってますけれどもね、もうフゼール今日ずっと蹴ってますけどね、ボシャーからのパス、はい、ターンしてクレスポ出すとこない、オルテガコーナーキックです。このペナルティアに入ってくるとオルテガ非常に怖いプレイヤーです。怖いですよ、この辺もネスタ慎重に慎重にいってますね、フゼール、いやフゼール今後ろの方見ないですよね。ラッシュ氏に対して、普通ならば後ろのプレイヤーにもっときちんとしたボールを入れなさいというようなことを言うんですけども、そうですね、はい、それさえもしなかったというのが気になりますよ、そうですね、そうですね、それが気になりますね、もういつものことだというふうになるとチームの崩壊は早いですからね、ボクシッチ、ボシャー、オルテガ、さてフゼール、フゼール取り返せればチャンス、アルメイダ、フゼール左足で入れます。クレスポ、ルーズボールをもう一度拾い直します。ディノバッチオ、最後ですか、どうぞ、コリーナさんです、今日のアルビトロ、今のリプレイで、あ、そうですね、アモーローゾというのはその突出したトップスピードが新庄のプレイヤーです、彼は半月板の故障からの復帰ということもありますので、まだちょっとコンディションには程遠いという感じです。確かにピッチに立ったのは早いですけれども、コンディションが万全になるまでの時間を知ってなかったでしょうね。そうですね、それまでの余裕をチームが作れなかったということです ね、 ね、まあ、ちょっとその辺がインテルのロナウドとは対照的な感じがしますね。
サラスはでも僕は本当に今日のゲームを見てフランチェスコになれるかもしれないなとメンタルの面ですけど、はい、思いましたね、彼が尊敬してやまないエンソ・フランチェスコにいつかはリーベルの監督にフランチェスコになるでしょうね、サラスがリーベルに移籍する日が来るのかもしれません。そうですね、まあ、そういう思いの強い人でしょうからね。そうですね、この手がジルバッチを、これ先ほどのマルセロ・サラスのトラップからのシュート、素晴らしい、ね、まあ、ブッポンもよく我慢しましたね。本当です、足開かないで、今試合を決めるような時間帯に入ってきましたね、というのはパルマは悪いなりにも先ほどラチオのペナルティエリア付近でボールをどんどん回して、右サイドも左サイドもオーバーラップを仕掛けてきましたよね、少しパルマの攻撃の形が見えたシーン、その後にラチオの今のサラスのシュートシーンですから、お互いで1点を取るために勝負どころと見てますからね。なるほど、さあブッフォンのキックはどのくらいの距離でどのくらいの精度でしょうか。なかなか精度の高いキックでしたね。いやもう彼はね、今あらゆる面で高いレベルですよ。クリスポ21歳という若さですが、さすが代表のキーパーですね。ディノバッチョの突破でした。カバッディ、ディノバッチョとフィジカルなコンタクトがあってどうでしょう、ちょっと腹部に、そうですね、痛みを覚えているにも見えます。イタリア代表のディノバッチオです。インテル、そしてユーベを経てこのパルマにやってきました。さっきのサラスなんと見ても今日美しいシーンです。一番美しいシーンです。ストレートのボールですからね。そうですね、セカンドハーフ15分を経過しました。ミロバッチを、あー、チャンスですね。シュート止めた、バロッパー。いやー、今のすごくパル、今のパルマ象徴的なシーンだったと思うんですよね、実際にはオルテガがそのままコントロールしシュートは行った方がいいというところなんですけれども、アモロズ譲らなかったですね。そうですね、中戻してカンナバーロの結局シュートでした。シメオネです。クゼール、アモロズ、オルテガ、ファバッティ、うまくコースに入りました。さあ本当にこの時間は一つ今日の試合のポイントです。ポイントになりますね、はい、この時間帯。手前にアモローゾ、ポクシッチが手前にヘディングシュート、もう一回シュート。いやーポクシッチ、いやーボゴシアンですね。ボゴシアンです、ボゴシアン。その前にアモローゾのヘディングシュートですか、はい、クロスバーを抱えたのは、はい、17分21秒です。オルテガのコーナー最初にアモローゾが、打ちましたね。そしてコーナーを狙ってボゴシアンのヘディングシュート、ボゴシアン、ここでね、これ今アモローゾですよね、はい、この後ボゴシアンですけれども、狙いどころここしかないというところをきちんとこれ狙ってヘディングしてますからね、はい、さあ1対1の同点になりました。攻めなければいけない時間帯、そして守らなければいけない時間帯、取ったのはパルマでした。シュートをします、アルメイダいや、アルメイダがディフェンスの仕事をしながら攻撃になった時には、はい、今のような跳ね返りをすぐ打てるポジションにいるわけですよね、うん、そうですね、これこの辺が彼の持っている感覚でしょうね、はい、この手がサード
試合が動きそうです。一気にスピードアップしてきましたね。ロクシッチ、ブッフォン、ファール、スパラービーの嫌がってですね。そうですね、逆のファールを取りました。オルテガのファールを取りました、はい、ボールに行ってたファウマディに対してオルテガが体を預けたということで、そうですね、オルテガの方を取りましたね。アルベルト・マルサーニ監督です。さあ1対1に戻したパルマ、ここでサラス修正をマルサーニができるかどうかで、うん、今の1点がパルマの勝利に結びつくか、そうですね、あるいは無になるのか、ベロですよね、はい、ボクシッチ、ラツィオのベンチです。スウェン・ゴーラン・エリクソン監督、前衛のディエゴ・シメオネでした。ラッシッシュ、スタジアムも盛り上がってきましたよ。そうですね、エニオ・パルディーニ、ボーシェア、あー、ミスキック、ベーロン、ベーロン右のアウトサイドで出しました。サラス、ボクシッチ、ラッシュ氏のクリアです。コースの狭いところをサラス狙っていきましたね、はい、さてオルテガ、フゼル、ロングボールを送ってきました。アモローゾ、それではアモローゾ、ブラジル代表のアモローゾ、フゼル、オルテガ、今足ボールがきちっとつけばね、オルテガ面白くてやりそうだったんですけどね。そうですね、あのポジションだったんですね、セレーナのファールです。今日は左のサイドに入っています。セレーナ途中出場です。先ほどのこれはゴールシーンですよね。今アモローズのシュートで入れたところですね、はい、ベーロン、ベーロン、ベーロン、あ、スイッチは失敗しました。オルテガ、しかし運動量豊富ですね。これは50ボールになります。さあ、そしてアルメイダからベーロン、パトリックターンしてシュートまで、シュートに行く、あーっと、シメオネ、シメオネらしい、まあ誘いもあったんですけど、シメオネってずるそうな感じしますよね、これはね、今のシメオネのプレーが生きるかもしれませんよね、ここで出てくるのがミハイロビッチですからね。そうですね、レバークーゼンをあっという間にがっかりさせたという、またあのミハルビッチのシュートが果たして決まるでしょうか。これはね、実際直接狙わなくても、はい、速いボールをディフェンダーとゴールキーパーの間に入れますからね、あるいは左サイドでベーロンが待ってますから、はい、ベーロンがそのを狙うかもしれませんからね。なるほど、そうですね、2つのオプションがありますよ、ベーロンが行きます。すごいブーイングですね。本当すごいブーイングですね。昨シーズンはパルマでプレーをしていたファン・セバスチャン・ベーロン、525億リラですからね。中盤のプレイヤーが500億リラ以上をもらったというのはセリエ A では初めてです。初めてですか、はい、と選手変えてきますね。グレーが出ますね。グレーですね。ボーシアに変えるんですね、はい、ロベルト・ブレーダーを入れました、サレン・ミターナにいたプレイヤーですね。そうです、はい、175センチ29歳、ブレーダーが入りました。ディバイオと一緒にやってきましたよね。そうですね、シメオネ、さて
1対0とラツィオがリードしている時には目立たなかったアルゼンチンプレーヤー、パルマのアルゼンチンプレーヤーが目立っていたんですが、同点になってからはラツィオのアルゼンチンプレーヤーが目立っていたんでした。しかしこっちのパルマのアルゼンチンがいます。オルテガ、オルテガ、オルツギ、呼ばれましたアルメイダ、これまたアルゼンチーナです。そしてこれもそう、ベーロン、アルメイダ、ベーロン、仕事ですよね。右サイドポンカロが上がってきましたけどね、はい、まだキープしてます。ボクシッチ、はい、クロス入れてきます。このルーズボールへの寄せはどうでしょうか。一旦戻しました。セルジオコンセンソンが戻したんですが、ファバンディ、フジェールです。イタリア代表揃えました。ファバンディ、エリクソン監督です。カバーリーのクロス、シュート中、入った、ナイスゴール、アルメイダ、この動きの差ね、今彼ならではですよね。素晴らしい、素晴らしいシュートですね。シーズン初ゴールです。わずかにアウトにかかりながら、はい、ここから落ちますからね。ここしかないっていう、ね、これはブッフォンでも無理ですね。新藤さん、ブッフォンのポジション悪くないですね。悪くないでしょうね。素晴らしい、これブッフォンのポジション悪くないですね。わあ、サラスが嬉しそう。うわあ、アルメイダさすが。すごいシーンを見ましたね。いや、今日いいもの見ちゃったって感じですね。まあマレサーニが、はい、ブレーダー変えて入れてきましたよね。そうやってどんどん動きを見せてくるかなと思ったところを、もう一発でアルメイダがくじきましたよね。そうですね。またパルマはこれ同点を追いつくために必死にならなきゃいけないわけでしょう。そうですね。逃げられないわけですよね。はい、アルメイダのゴールは後半の25分とお伝えしておきます。ボゴシアの先ほどのゴールは後半の17分から18分にかけてのゴール。2対1、再び水色のユニフォーム、ラツィオが1点を勝ち越しています。アルメイダこの前の時間にも1本シュート打っていて感じはいいかなと思ってたんですけど、まさかあのスーパーゴールが決まると思いませんでした ね、 そうですね。2度目にきっちりと、はい、インパクトを合わせてきましたね、はい、そうですね。ファバンディです。ラツィオが動きそうですが、バロッタがキャッチします。ファバンディ、サラスですよ。いや、しかしサラスのプレーを見ているとポストプレイヤーにもいろんなタイプがあるんだなということが改めて感じますね。そうですね。この手がサラスに行きます。うん、今ちょっとラシシは裏を取られてましたね。危なかったですね。セーフティーファーストにここは切りに行きました、もうしょうがなかったですね。しょうがないですね。おっと、これロンバルド、ロンバルドですね、はい、ファボクシッチを下げてロンバルドですか。そうですね。まあ、ボクシッチの場合これぐらいの時間帯でコンディションをどんどん高めていければいいんですけどね。そうですね。もう一つ一番いい時の彼の強引な突破、はい、そういうのが見られない、そうですね、それはやっぱりコンディションの問題でしょう、アタッカーに変えて、まあ、中盤のロンバルドを入れましたね。まあ、アウェーですからね、はい、今の2対1の状況、相手の目をつみながら
このままで終われれば一番いいんですけどね、うん、さあロンバルドに与えられたさて役目はどういうことかっていうのをまた見ていこうと思いますが、ベロンがマークに行きます。今度アルメイダコースを消します。1人が絞って1人がもう1つのコースに入ってきました。ラツオいい守りです。アルメイダこれは裏に入れただけになりました。ラッシュ氏からフゼール、オルテーガ、オルテーガ前を向きます。オルテーガファールがありました。オルテーガに対してアルメイダのファールです。うん、ますますパルマの方はスペースがなくなってきますから攻撃の時に、ええ、そうするとオルテガもスピードアップをする前には止められてしまうわけですよね。スピードアップしないオルテガっていうのはやっぱ怖くないですからね。そうですね。フゼール、フゼールもそういえば髪を切ったんですね少しね。うん、まあリフレッシュしてきた選手多いですからね。そんな感じですね今日はね。ファバンディ、昨シーズンの対戦は2回ともラツィオが勝ちました。パルマが最後に勝ったのは98年の4月26日のアウェーゲーム、この時2対1でパルマが勝っています。今日は2対1、ここまではラツィオがリードしています。トーリーカーザのラチオ、サラス、そしてアルメイダのゴールでリードしています。パルマの1点はボルシアです。テュラ、カンナバーロ、カンナバーロワンタッチで中に入れますが簡単にカットされてしまいます。今の左サイドのセレナの判断はあんとはなかったんですけどね。そうですね。ファンカーロ、フゼール、テュラン、どうも外から入れるボール、それから前線に出すボール、お互いの信頼関係がパスで見えないんですよね。もう少しチームが確立されてくると、はい、パスにそういう意図が見えるようになってきますから、今はまだ、パスが色を持ってないですね。なるほど。アタッキングエリアに入っていこうというところです。サラス無理はしません。ロンバルディ振ります。ベロ、ロンバルディ、ロンバルド、ロンバルド一つ下げます。アンカード、カンダバード、ボート、ロンバルド、アルメイダ、シュートします。ベーロン、中距離からシュートを打てる人がねいますからね。そう、逆にパルマはシントンさんどうですか、はい、ミドルレンジのシューターというと、うん、フゼールも打てますし、それからもう変わりましたけれどもボーシアン、それからディノバッチも打てるんですけれども、どうもその中距離で打っていけるエリアになかなか入り込めない、はい、それをさせてくれないラツオのディフェンス、はい、アルメイダ、シメオネ、はい、見事ですよね、はい、高い力のディフェンスということでいいんでしょうか、それとも読みのいいディフェンスということなんですか。読みがいいディフェンスということですよね。アルメイダ、セルジオコンセイソン、今のはファバリです。シメオネ、しかし本当にファーストハーフ休んでいたようなプレーヤー、セカンドハーフ仕事をしているという感じなんですよ。それもここが勝負だという時間帯、我々も話しましたけれども、ロンバルド、やっぱりそういうところで締めようです、はい、きちっとやってますよね、いやらしい攻めですね。しかシミアが出てくる、ベーロンが出てくる、アルメイダが出てくる、しかしバランスは崩れてないというところですよね。そうですね。バノーリを入れました。ディノバッチを下げたんですね、はい、バノーリも
先日の代表戦、ピックアップされたんですが残念ながら出場のチャンスはなかったですけどね、まあ、ブレーダもバノーリも、はい、いい選手ですけれども、マルサーニでやろうとすることに思い切りの良さがないというように映りますね。そうですね、一気に局面を打開するような戦術、プランというふうには考えにくいです ね、相手が本当に怖いことがこれなのかなって思いますね、細かな修正だという感じですね、ラチオに脅威を与えるまでは一気に感じます。そうなんですよ、それを1対1で、はい、2の引き分けにした時点で、畳みかけるように、本当はやらなきゃいけなかったですよね。どうしてスタニッチではなくディバイオではないのかという気がしないでしょうか。ホームの試合ですからね、ラツィオが怖いと言いながらも、やっぱりエンニオ・タルディーニではそういう采配を見せてほしいですけどね。そうですよね。でアモローゾに頼るのはね、はい、これはまあしょうがないと思うんですけれども、はい、今のアモローゾのプレーを見たときに、ここまででご苦労さんということが言えるかどうかですよ。そうですね、パルマに来たオルテガ、同じ2人のアルゼンチン出身のプレイヤーであります。ボールに触れるタッチ数、回数も多いんですが、その触れ方が大きく違っている。昨シーズンと違うパルマはまだ見つけられないでいるのかなという気がしないでもありませんね。そうですね。セカンドハーフは間もなく35分になります。ダメはセレーナ、アルメイダ、今日アルメイダのスーパーゴールがありました。すごいシュートでした ね、今思い返してみても、パルマの監督とはちょっと悪夢のようなね、ゴールが決まってしまいました。何もこの試合で決めなくてもいいじゃないかと思いました。厳しいですね、こういうところはね。そうですね、出場のパオロ・バノーリです。パオロまで過ごす2シーズン目になります。今バノーリが左サイドに行って23番セレーナが右サイドに来てますからね。そうですね、いいキックですがバノってキャッチしました。アルベルト・マレザーニ、パルマの監督です。ブレザー姿の時もあるんですが、今日はチームユニフォームを着て指揮を取っているようです。ベロンが勝手に行きます。このパスが、いいパスが出ればシュート落ちます。形にはなりました、形にはなりましたけどね、アモローさん足痛いんじゃないですかね。シュートさん、ちょっと痛そうですよね、ブラジル代表クラスのアモローさん、もちろん代表のプレイヤーなんですけども、トップコンディションでなければやっぱりアルゼンチンを中心としたタフな中盤の選手と向かい合う、戦い合うには今日はちょっと苦しいのかなという気がします。最初にファウルをされた時に早い時間に削られましたよね、やられましたよね、その後の彼の表情、動きを見てるとちょっと恐れてるかなっていうのは感じましたからね。そうですね、やるべきことを早い時間にきっちりやってるわけですよね、チームはね。アルメイダ、主導権はラチオが握っています。パバッティ、引き分けてもしょうがないと思いながら戦ってるラチオが、リズムを掴んでいるのが問題ですよね。問題です。ベロン、シメオネ、気をつけないと危ないですね。これはまずスクエアに出します。ロンバルド、後ろからパンカード、バノーリ、バノーリ、
チです。ボロが足痛いんですよ。痛いですね。戦も利用してチームをきちんと立て直さなきゃいけませんね。そうですね。ウェファーカップにはこの 99-2000 シーズンはイタリアからこうチームが出場しています。ウェファーカップは過去10年間、イタリアが非常に強いんですよね。強いですよ。優勝しています。まあ、連覇を狙ってというパルマなんですが、立ち上がりが非常に苦しい。チャンピオンズリーグ予選の3回戦でグラスゴーレンジャーズに敗れたところから今シーズンはなんとなく嫌な予感がしてたわけですけれども、いやらしいボールです。どうでしょう、バロッタに目で今見たぐらいの余裕が話であったかどうか。そうですね、なんか今余裕持ってましたね。そうですよね。でもこれはあっと入っちゃってもっていう感じはしますけどね。クレスポだったんですね。そうですね、エレナン・クレスポでした。ベーロン、アルメイダ、ベーロン、あと選手シールですか。コンディションも考えて、そうですね、エリクソン監督やって交代やってきますよね。非常にターンオーバーも前からないですよね。裏を狙ってのパスでした。シメオネだと思います。そうですね、ロンバルド、センシーニを入れます。ブーイング、ベーロンに変えて選手意味です。これはすごいブーイング、面白い交代ですし、お前が出ていくのにお前が入っていくのかというブーイングです。ベーロン、そして選手にともに昨シーズンは相手のパルマでプレーをしていたプレイヤーです。しかし拍手も、そう、拍手も聞こえましたよね。
まあ、セシーニが昨シーズンパルマのこの3バックをいかに統率していたかというのは新藤さん何度もご覧になったシーンだと思いますね。これはベロンにも言えることですけどね。そうですね。だから半分はブーイングをして気持ちを表して、で昨シーズンに対しての感謝は拍手で返すということでしょうね。はい、これがまたねパルマが勝ったら言うことないでしょうけどね。したら帰りにはあの2人に拍手来ますよ。そうですよね。そういうわけにいかないですよね。いかない状態です。さてレニアントゥアクゼールとアモローズが重なったんですけれども、オルテガが見てたのは、外へ逃げた、クレスポなんですよね。アモローズは見てないんですよ ね。ちょっとどうなんでしょうねこの辺が。困ったもんですね。やっぱその辺のタクニカがあるし、印象もあるし、本来であれば。クレスポとアモローズは少しタイプの異なるアタッカーのはずなんですが、今日はアモローズが思ったより動けないとなると、そうなると監督の采配はこれで良かったのかって聞きたくなるんですけどね。ありますね、もう3人変えてますから。そうですね、もう何も言えませんけどね、どうしようもないですからね。セルチオコンセイソン、アルメイダ、楽に回すようになってきましたね。センシーニからのパス、ロンバルド、さらに右を使いますファンカード、ロンバルドが拾いに行きます。あんまり追いかけることができません。もう45分経過したセカンドハーフです。ロンバルド、これでコーナー取れば完璧というところだったですがね。そうですね、これでロンバルドの出た意味というのが出るわけですよね。そうですよね。エリクソン監督です。眼鏡をかけたり外したり、ゆっくり歩いてきますね。走りなさいという笛です。しろと言われてますけどね。セルジオ・コンセイソンがコーナーキックです。右足のコーナーキック、巻いてくるボールでした。低いライナーでした。ダノーリ、セルジオコンセイソン、一番遠くにいたのはサラスでした。さあ、テラシシオ、セシーニが立ちはだかります。ブーイング。そうですね、シュート打ちます。これなんですよね、今クレスポのこの最後の走り方見てわかるでしょうけど、ラシシの今の課題ですね。しかしこの時間になるとセリエ A クラスのトップクラスのプレイヤーでももう心配機能がバクバクしてる状態ですよね。そうなんですよ。特にパルマの方は、ラツの方に動かされるし多くありましたし、今のように走ってもパスがあふれるし、そうですね、これは疲労が大きいでしょうね。ロスタイムは間もなく2分になろうとしています。放り込んできます。セシーニ、ナイスのシーニ、落ち着いてますよね。セルジオコンセイソン、ドリブルで運んでいけばいい時間帯です。ここは味方グループを連れて 2,3 人で前線に上がっていく、あるいは中盤で持っていればもういいという時間帯です。ロンバルド、右にも一つパスコースがありますが、また内を向く余裕があります。プレスかけられないのがちょっと問題ですよね。そうですね、オルテが行きます。オルテが取り返した、一人で頑張ります。でもパスはもう精度を変えてしまう。コースをきっちりと抑えられているわけですからね。そうですね、パバンティ、精神的な余裕をなくすところまでラツを追い込むことはできないパルマ。パバンティ、もうこれ誰ですか、テュラムの方ですかね、倒れちゃいましたね。これファバンニと衝突したようです。もうこの疲れてるのが伝わって、タイムアップ、ね、アルミトロ、コビーナ
皆さんが笛を吹きました。さてエンニオ・タルディーニのお客さんはどんな気持ちでこのゲームを見たんでしょうか。戦う気持ちが端出して伝わってきたか。ボゴシアンのゴールシーン、この前後の10分間というのはですね、非常に進藤さんポイントだったと思うんですけど、ポイントだということは今日2人で話しましたけれども、ね、はい、あの時間帯労力を使って同点にした、このアルメイダの得点が生まれる前に、はい、いろいろな手を、マルサーニが打つべきだったですよね。そうですね、まあ、そうやって相手が勝負をかけてこない、はい、ということを見たアルメイダは思い切って打ってきました。うん、 その辺の駆け引きの差が出たなという感じですね。そうですね、マルセロ・サラス引き上げてきます。バッカルはちょっと今日は、ね、気になることもあるでしょうけれどもね、でもその中でもきっちりと仕事しましたね。そうですね。さあでは、今日のこのゲームのハイライトシーンを集めて皆さんにご覧いただきましょう。さて6分オルテガの、まあ、アクロバティックなシュートシーンです。バカらしいシーンですよね。そうですね、果たしてオルテガがパルマにマッチしているのか。今日の4節までで新藤さんいかがですか。まだオルテガを有効に使ってないですね。サラス素晴らしいトロッコのシュートでしたね。難しいでしょうね、後ろからのストレートのボールに、胸でコントロールそのままですからね。斜め後ろからのボールを、ね、コントロールするわけですから。さあこれは16分のシーンです。アモローザ重なったんですよね。アモローザ、そしてカンナバーロ、ご覧の体でしたけれども、セカンドキーパーのパロッタ頑張りました。攻撃の時でも重なるシーンが多いですし、ディフェンスの時もそうなんですよね。はい、そうでした。さあ17分、これ変わるはね、もうボルシアは本当にあそこしかないというところへ落ち着いて入れましたよね。あ、このなんかマシンガンの今、ゴールパフォーマンスだったんですね。モローズ、そしてボゴシアン、この時のマルサーニ ね、 こ、 ううね、これはね、選手たちにマルサーニが答えてあげなきゃいけなかったですね。本当におっしゃる通り、しかしその後アルメイダ、これすごかったですね。ラツヨは引き分けでもしょうがないと思って、今日はエニオ・タルディに来てたと思うんですよね。だからそのままマルサーニが畳み込まなきゃいけなかった。そうですね、いやこれはしかしその人もスーパーゴールでしたね。見事ですよ。ハイライトシーンを集めてご覧いただきました。まあ、一旦は同点に追いついたパルマ、幸せな時間は7分間しか続かなかったということです。さあ、最終的なスタッツをご覧いただきます。オフサイドが一番上です。その次はシュートオンゴール、枠に飛んだシュートですね。でコーナーキック、それからファールの数、イエローカード、いずれもこれはファーストハーフの2枚でした。ファバリとサラスです。ファールから受けた方のファール、そうですね、はい、レッドカードはありませんでした。そして、最終的にボールを支配していた時間ということですけども、パルマの方が上回ってはいますけれども、どうでしょう、これはエリアで見るとかなり差があるでしょう ね、 ね、内容的に違いがありますよね。これは2番目のティリ・インポルタっていう、枠へ飛んだシュートでも言えるんですけれども、はい、パルマが5本打ってるようですけれども、ね、実際にはラツィオの攻撃の内容が良かったのが我々の頭の中に残ってますよね。そうですよね。これ本当にこれが3つだけだとするとですね、はい、サラスが判定しての入らなかったゴールがありますよね。であとはゴール2つということですか。そうなんですね。じゃあ3本ともこれはビューティフルなシュートだったということですね。まさにそうですね。さあ第5節です。じゃあバリウティネーゼとはどうですか。これはね、お互いに注意から上位へ行くためのお互いの駆け引きの試合ですから、はい、どっち転ぶかはちょっと読めませんね。さあフィオレンティーナはローマと対戦しますね。ユベントスはベネチアです。インテルはピアセンツァ、ラツィオは今度ミラン、でパルマはローマですけれども、この辺どうですか。パルマを早く立て直さなきゃいけませんから、こういう試合で確認も含めて、どんどんトライしてほしいですね。パルマこの前にですね、クリフパスとのウェーファーカップ1回戦のセカンドマッチ、これをまずなんとかしないことにはマレザーニは全てを失う可能性が高いですよね。ありますよ、はい、
一方のエリクソンは今日勝ちましたからね、はい、さて、レガカルチョセリエ A、今後の放送予定、再放送次節の放送予定などにつきましては EPG またはご覧のホームページアドレス、ファックスボックスでご確認ください、番組へのご意見ご感想も合わせてお待ちしています。そして、プレゼントのお知らせです。毎年シーズン終了後にイタリアで発売されるセリエ A オフィシャルビデオシリーズを実に10シーズンにわたって日本のサッカーファンのために提供している日本スポーツビジョンからセリエ A リーグ年間98-99とセリエ A ゴールズ98-99を2本1セットにして15名の皆さんにプレゼントいたします。ご希望の方はハガキにおところ、お名前、お年、電話番号、番組に対するご意見、ご感想を書き添えの上、郵便番号 135-8668 スカイパーフェクト TV セリエ A プレゼント10月分がかりまでお送りください。11月8日月曜日の決心有効とさせていただきます。当選の発表は発送を持ちまして、返させていただきます。2-1ラツィオ分かってこれで3勝1引き分け、7ゴール2失点ということになりました。好調なラツィオ、パルマはなんとかしなきゃいけないなという感じになってきました。そうですね。しかし、ラツィオはいい開幕からのスタート切りましたね。本当にそうですね。今日のこのゲームの解説は、元日本代表キャプテン新藤勝義さんでお楽しみいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。次回のセリエ A もどうぞお楽しみに。